けたる息の置いてきた私だから、果てのポンちゃん、おはよう。ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃんも、ポンちゃんなりに甘える猫になりました。かわいい、お腹出してかわいい、はい、ポンちゃん、はい、なんかいろんなものを落としてくれる猫になりました。どかしますよ、ポンちゃん。ポンちゃん、今度はキーボードを落とそうとしています。あれ、どこに落ちたかな、今のだけ、ここでか、もうちょっとです。もうちょっとで落ちます。そこだってね、ポンちゃん、キャン君ってポンちゃんの場所だもんね。ポンちゃん。ポンちゃん。かわいい、ポンちゃん。こんなのも売っています。ポンちゃん。これはね、細かいパーツだから、これ飲み込んじゃう。出た出た。ポンちゃんはね、ビニール舐めるの好きだからね。ポンちゃん、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 ポンちゃん。さあ、朝を迎えました。頑張っていきましょう。はい、ジャン君、おはよう。朝からお隣チェックです。じゃあ、ね、さあ、あんまり今日は風がないね。そうだね、エアコンにした方がいい。どうだろう、ちょっと天気予報の温度予報でも見てみましょう。でも21度ってなって涼しいね。21度これは。ああ、そう。うちの中のね、室内温度計は 26.9 度。ああ、そう。じゃあ外の方が涼しいってことだ。あ、そうだね。はい。始まり。さて、今日は金曜日になります。9月30日金曜日。お昼12時半からですね。クロケンおじさんが勝手に歌うチャンネルというのをやってまして、細々と続けています。喉の調子がもう一つ優れないので、この日の朝は今、11時半なのでスタートから1時間前ですけれども、喉のケアをしています。今もちょっと喋りながらザラザラっとした感じの音がしているんですが、これは自分にしか聞こえないかな。ということで、まずですね、この袋の中にある1時間前にはこの喉飴をね、舐めておこうという感じです。それから最近はちょっとその状況を、これは生配信用のウェブカメラですね、結構高いやつですね。それからこれは、別で収録用に、撮るようにカメラをセッティングしています。この線をここにこういうふうにつないでですね、いわゆるミキサーの中に入っている音をちゃんと取れるように工夫しました。ちょっとボロボロっていうか、なんだろう、もうちょっとなんかこう普通の配信者のとこはね、整理されてるかと思うんですが、うちの場合はこんなになっちゃいます。今度整理してちゃんとミキサーもどっかここへ収めようかな。なんかね、恥ずかしいところを出していますが、これでケアをします。あ、これね、このスチームもやります。グラスに口づけた夢。はい、夢
夢から覚めました、今宇宙の、ね、中を漂っておりましたけれども、それに合った曲だったかな。リアメテさんこんにちは。こんにちは。スローな曲がかかると君が彼のせい、爪切ろうよ。乗ってくるのはいいんだけどさ。爪切りたいな、ジェニー君。じゃああれだね。こっち向きに、あいや、はいはいで。こっち向きにこういう風に抱っこできるようになるといいね。はい、うん、はい、どうぞ。はいはい、ちゃんくん。はい、ちゃんくん。これ慣れていこうね。そして今の状態で爪を切ろう。その状態で切る？ああ、尖ってるね。ああ、逃げられた。ジャン君。やっぱ二人でじゃないと無理かな。今度、抱っこの人と爪切る人で手分けをするか。ジャン君、ポンちゃん。あれ。はい。おいで。ポンちゃん、おいで。おいで。どうした？よいしょ。あら、ジャン君。よいしょ。いいじゃんか。